はい、それでは和装ブラのお話もしたいと思います。和装ブラのお話になると補正の話になってくるんですけれども、とりあえず、和装ブラを用意してくださいって言われた時に、和装ブラって何ってなっちゃうので、和装ブラのお話を少しだけしますね。で、着物を着る時に、つけるブラっていうことなんですけれども、大概はここの前にファスナーがあってこう締めます。ちょっと古いやつだと鍵ホックのやつもありますけど、あればちょっとめんどくさいですよね、時間かかって。だいたい今のはこういうファスナーになっていると思います。で、いわゆるブラというのは胸の形を整えるためにカップが、この内側についてるわけだけれども、和装ブラはついてないんですね。全くまっすぐな感じ、こういう感じですね。で、ここにパッドが入れられるようにはなってますけど、全然胸のない方とかは、ちょっと入れた方がいい場合もあるかもしれないけど、普通に胸が膨らんでいる方は要はこの潰すっていうことなので、別にパッドはいらないと思います。それで、全然ここがもともとがまっすぐのものなので、これでファスナーをすると、そうすると柔らかい胸がね、ギュッと潰れるっていうことなんです。で、平らにしたいわけじゃなくって、ここに帯をするわけだから、胸がとんがった感じで膨らんでいると帯の上におっぱいがこうボンと乗っかっちゃうわけですよね。そうすると何かちょっとかっこよくない、やぼったい感じになりますので、こうなだらかに胸が膨らんできて、そのままなだらかに帯につながっていくような感じの形を作りたいんですね。そうするとキス型がすごく綺麗なので、やっぱり和装ブラはした方がいいと思います。で、スポーツブラとかでもいいですかっていう人もいるんだけど、スポーツブラもいろいろあるので、割とグッと潰してくれるようなものだったらいいんだけど、こうパッドがしっかりしてるやつ、カップがしっかりしてるやつとかだと、やっぱり膨らんでしまう、余計膨らんでしまったりする場合もあるので、何とも言えないんですけど、で、ギュッと柔らかいものを潰したら、潰れたものは上にも持ち上がるし下にも下がるわけじゃないですか。それでギュッて潰れて肉が上下にこう押されていく、そうすることでなだらかなラインを出したいんだけど、やっぱり下にカップみたいなものがついていると下に下がらないので、やっぱりこう帯に乗っかった感じになってしまうんですね。ここに支えるカップがあるので、そういうことを考えると、やはりある程度胸のある方は、普通にある方は和装ブラでしっかり潰した方が綺麗なキス型になると思います。で、とっても大きい方はこれをしたとて間に合いませんので、そういう方はガーゼとかでぐるぐる巻いて本当に潰していきます。はい、今そんな感じで今日は
ほとんど初めて着物を着るよっていう方にとっては和装ブラってなんか分からなくて当然なので、うん、ちょっと知っておいていただけたらなと思います。それではまた。最後までご視聴ありがとうございました。